いやアフレコ結構前だから、そうですね確かに記憶が確かにだいぶ暑かった気がするんだけど、暑かったあのアフレコの時、暑くなかった、寒かった、あ自分たちの季節が、そう、え何の話いや違う、なんか内容が熱かったみたいな、そんなに分からない、内容が熱々だったんで2人が、内容は熱々でしたね、確かにラブラブでしたけどどっちかなって思って、気温も熱々、気温も熱々だった気がしたんだけどな、夏じゃん、はい、もうね紀藤さんとマジでレギュラー多すぎて俺もなんかマネージャーに最近もオーディション結果あれ決まりましたよみたいな、うん、で紀藤さんまたいますって言われるようになるのまたってまたってすごいな、同じ作品に大体いるから、ま、すごい、だからもう倦怠期ですよね、倦怠期なの飽きたってことやっぱ飽きてないよ、てるんだ違うよ、ナサ君はナサ君は飽きたりしないんじゃない、でもナサ君じゃなくてエノキだから、エノキだナサ君ってすごいんだな、倦怠期にならないもん、じゃあ飽きてるじゃん、いや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 飽きてないよ、飽きてるじゃん、飽きてないですよ、飽きてるってことじゃん、毎回もうトーク楽しいですよもう新鮮な気持ちで、新鮮な気持ちでやれてる、ニハオニハオシャロンポー